水力発電、水力発電、水力発電とは、水力で羽車を回し、それによる動力で発電機を回して電気エネルギーを得る、発電を行う方式のことである。水力発電は発電の一方式であり、水力で発電機を動かし電力を生む方式のことである。ラム式、水路式、溶水式などがある。また、水力発電は、個人が 小さな水力発電装置を自作し設置することで行うこともできる。特に小規模の水力発電をマイクロ水力発電といい、最近実践数が増加してきている。指導脇の水の流れ、小川、渓流などの比較的小さな水の流れを利用して水力発電を行うことが可能である。そもそも世界最初の水力発電はそうした小規模のものであった。 屋外の場合は、水利権には配慮しつつ、水利権関連の書類を提出して解決しつつ、行う。一般には、発電の歴史の中で果たしてきた役割の重要さ、発電量の大きさ、その設備の優層な外観などによって、水力発電の中でも、特にダム式のものや大河を利用したものがよく知られている。なお、世界的に見ると、特に開発途上国に、 年間発電量17兆キロワット時に相当する未開発の水力発電可能な地点があると言われている。世界の全電力消費量が12兆キロワット時程度である。水の力を動力として利用するという考えは古代より続くものである。流れる水の力を水車によって動力にし、製粉、防石などを行っていた。1832年に フランスのヒッポライト・ピクシーにより現在の仕組みの発電機が発明された。1878年には米国のエジソンが白熱電球を発明し電力需要が生まれ発電機の動力として水力を利用した水力発電が1800年代後半に始まった。世界で最初の水力発電は百七十八年にイギリスのウィリアム・アームストロングが 自身の屋敷の照明、一個の悪党を,を点灯させるために設置したものである。アームストロングは水力発電機の発明者とみなされている。米国では1881年にナイアガラの滝の近くに水力発電所が巡航し、1882年には当時の電流戦争、交流方式と直流方式の争いの最中にいた。 エジソンによる最初の水力発電所直流出力1 2 5キロワットがアップルトン・ウィスコンシン州に竣工した。1886年には米国及びカナダに45の水力発電所。1889年には米国だけで200の水力発電所が稼働していた。1890年にはウェスティングハウスが交流長距離送電を開始した。 日本の最初の発電所は1887年に、竣工した東京の火力発電所であった。水力発電では1888年、明治21年7月に、宮城宝石が設置した三居、沢発電所5キロワットで自家用発電を開始し、その後宝石会社や鉱山会社により発電所が、設置が続いた。1891年、 明治24年にビワコソ水の落差を利用した米国のアスペン、コロラド州の水力発電所を参考にした、ケアゲ水力発電所、水路式直流160キロワットが運用を開始した。これが日本で最初の一般営業用電気事業の水力発電所である。初期の電力の需要は伝統により始まったが、日本では1913年、 大正2年に電力の動力需要が照明用の需要を超え、1914年、大正3年には工業用の動力で電力が蒸気力を超えた。1915年、大正4年には稲わしろ水力発電所から日本初の長距離送電 228km が始まる。大正から昭和初期にかけて大規模な水力発電所が多く作られ、 1950年代までは電力の大半は水力発電によるものであった。1960年代以降は日本は高度成長期に入り獲得した外貨で安い化石燃料を獲得したことにより火力発電が増大していった。1955年には水力発電は全電力の78.7%であったが、1962年には 水力46.1%と火力が逆転した。2005年は水力発電は8.3%まで落ちた。なお2005年は火力が59%、原子力31%であった。日本では電力利用の初期には水力発電が発電の主力であったわけで、この時代は水種荷重の時代と呼ばれている。後に火力発電に 軸足が移った日々は、過守水中の時代と呼ばれている。揚水発電所の建設も始まったが、この当時は、放水器に貯水し、滑水器はその水を繰り返し発電に利用することで、年間を通じて、発電を行うようにするという、年間調整が主だった役割であった。1962年、昭和38年からの日モンド重、1963年、 昭和38年に原子力発電所の運用開始により昼間と夜間との電力需要の格差拡大が問題となっていた。火力、原子力発電等の気力発電は高効率で運用させる必要から需要に合わせてその出力を頻繁に変動させるということはせず一定の出力で運転している。したがって夜間の経費貸しは原子力以外の発電所。 主に火力発電所の出力を抑えることになるが、そのような運転は効率の面で好ましいものではない。そこで夜間の余剰電力は揚水発電所において揚水運転として消化するという考えが持ち上がった。揚水発電所は単位出力あたりの建設費が火力、原子力発電所より安いことが注目され、夜間に揚水、貯水し、 昼間のピークに備えるという目的へと移っていき、それに特化するように大規模な巡洋水発電所が建設されるようになった。ただし、その結果水に含まれる不純物が原因のダムの堆積物増加が問題化し始めている。流水は位置エネルギー、運動エネルギー、圧力エネルギーを持っている。流水の持つこれらのエネルギーを水力という 流水を作用させる点を基準点とすると、高さ H、M にある質量メートル、キログラムの水は、MGH、J の位置エネルギーを有している。質量メートル、キログラム、密度、ロー、キログラムマイメートルの水が自由落下するとき、ある一点における流水の速度、流速を V メートルマイ秒、圧力、水圧を P パスカルとすると、 この流水のエネルギーは以下の3形態によって表すことができる。水管路でのエネルギー消費を考えないものとすれば、流路のどの点においても流水が持つエネルギーの相和はエネルギー保存の法則により等しい。これがベルヌーイの定理である。それぞれをミリグラム、N で除したものを水糖という。水筒はヘッド、ヘッドともいい。 高さの単位によって表す。実際の水路には、流水と壁面との間の摩擦や曲がりの抵抗などによりエネルギーの消費、損失がある。従って、高さ H、M にある質量メートル、キログラムの水が持つエネルギーのうち、損失分を減じたものが、水車に作用する有効なエネルギーとなる。損失を水筒によって示したものが、損失水筒である。 水筒の有効分である有効落差を HM 損失水筒を HM 総落差 HM には以下の関係がある。断面積 AM の水管路を流速 V メートル毎秒で水が流れたときその流量 QMS は自式で表せる。1M で質量1000 キログラムの水が水車に作用する理論上のエネルギー、すなわち理論水力 P は流量 QMS の時となる。P のエネルギーは水車に作用し、水車出力 P が取り出され、最終的には発電機出力電力 P となる。これは水車効率イータと発電機効率イータを乗じたものである。 水車効率と発電機効率の積、イータを総合効率という。イータは水車発電機の種類や構造や経年によって変化するが、一般的にかなり高く、近似的に自粛が成立する。水力発電所の出力を表すには、一般に以下の3種類が用いられる。取水口は水力発電に利用する水を得る。取水するため、河川や池。 故障などに設けた設備である。より効率よく取水する、要、園庭、園庭やガムを設ける場合が多い。また、取水口には、上流より漂着したゴミを取り除く、櫛状のスクリーンと、スクリーンに溜まったゴミをかき上げる、除塵機が備えられている。許可を得た、以上の取水は違反であるため、取水口では、取水量を監視する必要がある。は、 水から土砂を取り除く設備である。取水口から得た水は一時的に沈車池に蓄えられ土砂を沈殿させる。水への土砂混入は水車の摩耗の原因となる。ダム式、ダム水路式水力発電の場合はダムが沈車池を兼用するとして設置しないことが多い。導水路は水を発電所まで導く設備で、 水圧をかけた状態で送水する圧力水路と圧力をかけずに自然流下させる無圧水路とがある。構造としてはトンネルや二橋、外橋、カルバートがあり、必要に応じ水路橋やサイフォンが設置される。内壁は摩擦による流速低下を最小限に抑えるため滑らかに仕上げられる。しかし水生生物の付着などにより出力の低下が 見られるような発電所では、水路の清掃が定期的に実施される。水槽は、発電所の出力変動による水の流量変化を吸収する設備である。発電所より急斜面を登った上部にあり、上部水槽とも言う。水路を流れてきた水は、水槽で一時的に蓄えられる。下記の超圧水槽と区別するために普通水槽ということがある。 水槽まで至る水路が圧力水路であった場合には、発電所の急激な出力変動によって発生した水撃作用を吸収するため、より深さに余裕を持たせた水槽が用いられる。これをサージタンク、もしくは超圧水槽という、発電所の上部にポットのような寸胴の塔があったとすれば、それはサージタンクである。なお、ダム式水力発電の場合は、 水路が短いので、水槽やサージタンクは必要がない。水圧管路は、水槽から発電所までの水の通り道となる管路である。水槽に貯められた水は、これより発電所まで至る急斜面を水圧管によって導かれる。大変高い水圧が加わるため、鋼鉄など高強度の素材を用い、堅牢な構造とする。 発電所の急激な出力変動によって、水圧管路は大きな圧力変動を受ける。それを吸収し緩和する設備として、サージタンクや制圧器がある。水撃作用の大きさによって、水圧管路が破裂、もしくは潰れてしまわないように、十分な注意を払って、設計、施行される。水圧管の本数は発電所にある。 水車発電機の台数に等しい場合もあるが、発電所で水圧管を分岐させ、各水車発電機に接続する場合もあるので、一概には言えない。水圧管路は地上に設置される例が多いが、トンネルなどにより地下に設置されることもある。ここで言う競技の発電所は、水車発電機、超速機、呼気、制御装置、保護装置、変電設備などによって構成された。 建築物、建屋を指す。現在、水力発電所の多くは無人であり、遠方の制御所より遠隔操作されている。水力発電所は、建屋の内部に、水車発電機やその補機類、制御装置などを収めた屋内式が一般的である。水車発電機の分解、組み立て作業用として、建屋天井にクレーンが設けられる。一部では、 水車発電機を屋外に設置した屋外式や天井を着脱可能な蓋、天蓋とした簡易な建物の内部に収めた半屋外式がある。いずれも屋外に門系クレーンが設置される。なお、屋内式であっても変電設備は屋外や屋上に設けられることが多い。以上の発電所は地上に建設された地上式発電所であるが、これらを地下空間に収めた。 地下式発電所もある。地下式発電所は堅固な地盤を必要とすることから、建設にあたっては建設予定地の入念な地質調査が必要である。必然的に建設費が高額なものとなるが、落差を有効利用するための危機器配置に制約が少ないことや、発電所の規模が大きなものとなっても豊かな、自然景観を損ねることがないなど利点は大きい。水力発電所の規模は、 水車発電機の台数のほか、設置方法によっても左右される。軸を水平に寝かせた横軸型水車発電機は、設置面積を広く占有するものの、縦屋を一回平屋建てとすることができる。主に小容量のものに適用されている。また、軸を垂直に立てた縦軸型水車発電機は、構造が複雑で縦屋の階層も多くなるが、設置面積が少なくて済むことと落差を、 有効利用できるという利点がある。主に大容量のものに適用されている。立軸型は、水車発電機を支持する基礎の設計によって、タユ化式とタユ化式とに分類される。前車は、発電機がある発電機室と、その1階層下に、水車室を設けるもの。2階建て構造を取ることが多く、その場合は、特に二小式と呼ばれる。後車は、 発電機室の床を省略し、発電機部分を水車室に立てたバレルと呼ばれる、円筒状の基礎によって支持するもので、バレル式とも呼ばれる。大容量器では大荷重を支持するため、バレル式が主に用いられる。なお、バレル式でありながらも、発電機室と水車室とで階層を分けた複合的なものも存在する。放水路は、 発電した水を放水口に導く水路で、同水路と同様の役割と区分がある。放水路にも水槽を設けることがある。水を河川に排出する設備が、放水口である。なお、取水する河川と放流する河川とは、必ずしも一致するわけではない。マイクロ水力発電の場合は、装置、設備の選択にもよるがその多くが、数万円数百万円程度の初期投資と、 わずかな修繕、維持費用のみで済み、電力を大手電力会社から買い続けてしまう場合費用を考慮すれば、数年程度で費用を回収することも可能で、その後は、金銭的メリットの享受が続く。中型以上のものに関して言えば、一般水力発電と溶水式発電の水力発電所の費用、原価は火力や原子力発電所など、 他の発電所と同様に資本費、修繕費、人件費、諸税などからなる固定費発電量に無関係なものと、用水動力費、用水式の場合のみなどからなる変動費、可変費、発電量に比例するもので構成されると説明されることがある。ただし、事業者が複数の発電所を統括管理している場合は、必ずしも地点ごとに算定されるわけではなく、 複数の水力発電施設の費用が混じり合うようにして計算されてしまっている。このうち、資本費という項目は、諸設備の建設費と、対応年数と金利などにより算出されるもので、これが、全コストのタイブを占める。建設費は発電所ごとの場所の特性、地形、地質、既存の土地使用者の有無などにより、大きく変動する。日本では、 一般水力発電所に関しては、建設費の観点から有利な地点から先に開発されてきた歴史があり、既存の事業者がコスト的に開発可能と判断するような新規地点はもうないともされるが、再生可能エネルギーとしての合理性が注目され、新たな事業者が政策的助成を活用しつつ、比較的小規模な水力発電所を設置する動きが進みつつある。 溶水式水力発電所の溶水動力費は、深夜など電力需要が少ない時間帯の火力や、原子力発電所などの余剰電力を用いる。水を上げ下げすることなどに伴う、エネルギー損失をも考慮すると、他の電源の燃料費などに比べて割高な可変費となりはするが、蒸気の固定費部分が、他の電源と比べると安い地点が選定できれば、比較的短い時間しか継続しない。 電力需要のピーク部分に対応する給仕からとしては、十分な競争力を有する総合コストにすることが可能である。そのため、電力系統経費を最小にする施策として、揚水発電所の一定割合の投入が合理的と既存の事業者などでは分析される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。